そう、外で唾とか吐かない方がいい。俺一回、はい、チャリンコでこうチャッピンって牛丼屋行こうと思って。違うんだよ。違うんだよ。チャピーンって言うのは未来の乗り物。未来の。未来の乗り物。チャピーンって。いや、だって言ってたよ。そしたらあっちがなんかジョギングしてるジョギングしてるおっさんでこうやってスレッシャー瞬間に。俺にね、俺のとこにブーって顔をドバーンって言ったから牛丼どころだよ、くっせーなお前ほいであいつくっせーなってなったから牛吐いたやつバーって逃げちゃって追いかけられなくて、もうどうしようもないからもうこのベトベトの状態で牛丼屋行って牛丼屋も一丁で牛丼頼まないわけにいかないから牛丼一杯ってもうこんなんないながら牛丼食ったんだけど味しなかった味がするでしょ。マジうっさいからマジだいぶ匂ってたんですよ。バカまずかって、あの牛丼はまずかった。バカすぎたんですよ。バカ好きだけどパーンって言われたと思う。パーンってもう牛丼とかパーン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 それは、そこまでちょっと味がスーッと味がもう全然違う。全部おかしいんだよな。やばかったね。赤まった。赤まった方がいい。赤ない方がいい。事故になるから。お前のとこどうやったの？大変でした。どこに住んでるんですか？僕、千歳烏山っていう。ああ、場所で。おいでね、すげえ雪降ったじゃん。はい。で、暇だから、はい、来れたら来てっていう、遊びに来なよ。ああ、なるほど。師匠で、来れないだろうと思って、はい、でも来やがったな、こいつ。まんまと。なんとかして、来やがったな、お前。持ってきたもマジでいいじゃん。来れないだろうなと思って、もうダメ元で言ったのよ。そしたらもう、是が非でもみたいな感じ。電車も動いてないし。どうやって行ったの？買う途中はもう雪降ってて、もうすごい積もってて、もう自転車も駅までね、自転車結構20分ぐらい乗らないといけないんですけど、ちょっと歩いて、でもこの師匠のために呼ばれたから、はい、これでこう自分に用意してて、自分が自分が結構でも俺は言ってるんだ。いやいや、でチャリンコさ、雪だから破裂しましたってどういう意味あれ？雪だから破裂しましたって LINE できてさ、あれなんで雪だから破裂するの？バーン！そうです、雪行こうじゃないって。さすがに雪が事件になりすぎると爆発しちゃうんですよ。顔じゃないもん。
顔ではない。顔ではない。大体。今日金玉来てる。くれてやっちゃう。あ、いつもあるんだ。いつもあるんだ。あいつだってこう逆さになったってもう顔だもん。逆さになって顔で。ここでも。同級生やばいね。やばいですね。